ドライバーから遠鎖の声トリガー条項を否定する政府答弁は9年前から一言一句同じまま。焼け石に水のような小手先対応はもうやめろすぐにぐんと値段が下がる手段を。なぜ使わないのか SNS では政府に対して批判が殺到している。このガソリン価格の高騰はいつ収まるのか 自民党議員からはこのままでは岸田政権を直撃しかねないとの声が上がっている資源エネルギー庁が16日に発表した全国平均のレギュラーガソリン価格は13週連続で上昇前週比1円60銭高の1リットル181.9円となった15年ぶりの高値水準だ原因は円安に加え 昨年1月から始まったガソリン補助金が今年の6月から徐々に縮小されていること高速道路のサービスエリアのガソリンスタンドでは1リットル200円を超えてしまった補助金は9月で終了するためさらに上昇する可能性があるさすがに国民からは急上を訴える声が続出夏休みのレジャーで車を使う機会が増え ガソリン高を実感した人が多かったのだろう SNS では夏休み毎日のようにいろんなとこに出かけてるけどガソリン代に白目向いてるガソリン代高すぎて夏休みも最低限の移動しかせずといったコメントが続出しているついに SNS ではトリガー条項がトレンド入りトリガー条項とは ガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続で1リットル160円を超えた場合に、現在特例で上乗せされている25円を減免する制度、トリガー条項が発動されれば、自動的に1リットル25円安くなる。東日本大震災の復興財源確保のため、現在は凍結されている。ある自民党関係者はこう言う。 自民党にとってガソリン価格の高騰は致命傷になる恐れがある。車社会の地方では一家で3、4台所有している世帯も多い。夏休みで選挙区に戻っている議員はガソリンが高すぎるなんとかならないのかと訴えられている。このまま放っておけば、さらに批判が上がるでしょう。内閣支持率も下がるんじゃないですかね。さらに 電気・ガス料金への補助金も、ガソリン補助金同様、9月いっぱいで終わる。生活苦にあえぐ国民からさらなる批判が上がるのは必死だ。岸田首相は大慌てしているらしい。岸田官邸は9月中旬に内閣改造を行えば、少しは支持率も回復するだろうと、かは残用している。しかし、ガソリンや電気、ガスの価格がこれ以上。 高くくなななったら、それどころではなくなるではるしょう。トリガー条項の発動を迫られることになるのではないか。でなければ、支持率回復などとても無理でしょう。今後、トリガー条項に注目が集まれば、岸田首相は窮地に追い込まれる可能性が高い。トリガー条項の凍結解除には法改正が必要で、国会審議を経なければなりません。 そうなれば、審議する中でガソリン税そのものに国民の意識が向く恐れがある。ガソリンには、ガソリン税と石油・石炭税が課せられ、さらに消費税がかけられている。二重課税と批判されています。税の撤廃論が高まれば、税収がガタヘリするため、財務省は徹底抗戦するでしょう。 財務省に言いなりの岸田首相は立ち往生してしまいかねません。国民目線に立つなら選択肢は減税しかないのではないか。自動車ユーザーからは怒りを通り越して悲鳴の声が聞こえ始めている。経済産業省が8月30日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、全国平均で1リットル当たり前週比1円90銭上昇。 185円60銭となり、2008年8月に記録した185円10銭を上回り、約15年ぶりに過去最高を更新した。これを受け、岸田文雄首相は、ガソリン価格の高騰を抑制する補助金制度を延長、拡充する方針を表明。9月7日から、新たな激変緩和措置を発動し、 10月中に1リットル当たり175円程度の水準を実現したいと強調したが、こうした政府対応に対し抜本策を求めたのが、JAF 日本自動車連盟だ。JAF は8月31日、ガソリン価格の高騰について、当分の関税率の廃止とタクソンタックスの解消を政府などに要望する声明を発表。 当分の関税率とはガソリンに対して暫定的当分の間に課せられた特例税率で現在1リットルあたり25.1円が課されているそしてレギュラーガソリンの価格が3ヶ月連続で1リットル160円を上回った場合翌月からこのガソリン税の上乗せ課税分25 一円を一時的に差し引くトリガー条項があるのだが、同条項は2011年に起きた東日本大震災の復興財源を確保するため、として一時凍結されたまま、JAF はガソリン価格の高止まり状態が続き要件を満たしている今こそ、同条項を発動するべきではないか、と主張したのだ。 政府は何が何でもトリガー条項を発動させたくない。JAF の試算だと、今のガソリン価格はガソリン税に消費税が上乗せされた状態タクソンタックスのため、小売価格はガソリン自体の価格の約1.6倍になっているという。同条項を発動すれば、少なくとも1リットルあたり25.1円の値下がりが見込めるというわけだ。 ところが、同条項の発動に対して腰が重いのが政府だ。鈴木俊一財務相は8月29日の会見で発動は見送るといい。その理由について発動終了時に大幅な価格変動が生じて、発動前の買い控えや、終了前の駆け込み、流通や販売の現場に与える影響が大きいと説明。 どういう状況なら発動できるのかといった怒りの声が飛び交う事態となった。疑問の声が上がるのも無理はない。政府側は同条項の発動を否定する理由について、毎回、同じ説明を繰り返しているからだ。昨年2月1日の衆院本会議、岸田首相は同条項を発動しないことについて、今回の鈴木財務相と同じ。 発動された場合、ガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱、国、地方の財政への多大な影響などの問題があることから、その凍結解除は適当でないと考えておりますなどと答弁。2018年10月29日の衆院本会議でも、当時の安倍首相は現在凍結中のトリガー条項については。 発動した場合のガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱や、国、地方の財政への多大な影響等の問題があることから、その凍結解除は適当でないと考えておりますと答えていた。この安倍元首相の答弁は、2014年10月2日の参院本会議でも見られるから、少なくとも政府はこの9年間、 一言一句同じ説明を続けてきたわけだ。何があっても発動しない条項って何数年前と今では状況が大きく違うけど、トリガー条項を発動しない理由が毎回、同じ説明って説明になっていないでしょオウムのように同じ説明を繰り返しているが、これなら誰でも政治家になれる。政府は何が何でも発動させたくないらしいが、 自動車ユーザーの遠ンの声は広がるばかりだ。